元公爵令嬢の就職をレビューします。ちなみに本作は原作書籍と題名が異なりますね。原作の方は、元公爵令嬢の就職、料理人になろうと履歴書を提出しましたが、ゴブリンにダメ出しされました、ですね。漫画版の方が地雷集は少なくていいんじゃないでしょうか。原作書籍の題名と漫画書籍の題名のものを並べて購入者がどちらを手に取るかを、検証をしたりすると面白いかもしれませんね。なお内容は変わらない模様。では裏筋から、公爵令嬢のお嬢様がお茶をたしなんでおられると突然殿方が彼女を捕らえましたわ。どうやら妹の方が姉から婚約者を寝取るために自身への殺害未遂疑惑をかけたようですわ。さらに他の殿方も見目麗しい妹の方を擁護し姉を糾弾いたしましたことよ。証拠として全く知らない使用人の証言があったらしいですわ。あらあら。さらにその場で婚約者の王子様から婚約破棄を突きつけられてしまいましたわ。あらあら、なんということでしょう。さらにその場で妹との婚約を発表いたしましたわね。その場にいた皆様方はそれを拍手喝采で迎えておりましたわ。あらあら、まあまあ、あまりにも露骨すぎて普通に陰謀とかを疑わないんですかねこいつら。さらに父親も彼女を家から追放しました。未来の王妃を手にかけようなどという、その浅ましい考えに嫌悪感を覚えたかららしいです。殺害云々は別として、その疑惑がかけられた時はまだ妹と王子は婚約を発表していなかったはずでは、と、思いはしますが出版前の作品のレビューを出版後に出版社名義で権利者削除をする、本作のガバガバ法制度よりガバガバなことがリアルなロー界隈では起こっているし多少はね、しかしながらかなりガバガバな本作基準だと相当まともな方である彼女の父親は、嫌悪感はあるが処刑ではなく追放で済ましてくれと国王に掛け合ってくれてはいたのだった。そんなわけで追放先は人が立ち入らない残虐非道な魔族たちが住む王国であり、そこは深い森を抜けた先にあるということだった。じゃけん徒歩で向かいましょうねー。実質的な死刑宣告を告げられたわけだが一応は無事に森を抜けることができ、その目の前には事前の情報通り魔物たちの王国が広がっていました。その光景とは、ビルが建っていました。ビルが建っていました。いっぱい建っていました。わお、都会。さてここで魔国語を話す獣耳美人が後ろから話しかけてくる。ちなみに主人公ちゃんはその言葉を完全に理解して話すことができていました。言葉を完全に理解できるくらいには国交がある国なんだ。残虐非道の魔族国、だ。食べないでください、と恐れながら魔国語で伝える主人公ちゃんだったが、獣耳の方は別段食すつもりはなく、彼女に自分の夜食を分けてやると言って、彼女の手を引いて中に入れたのだった。入国審査とか、なさらないんですか。さて畳んだパイプ椅子を渡されるが使い方がわからず座布団のように敷いて座ると、獣耳女がちゃんとした使い方を教えてくれました。そして出てきたのは、おにぎり、さらに、梅干し、うんまーい、さらにさらに、傷の治療もしてくれたぞ。自身が所属していた人間の国では魔族は残虐非道の単細胞であり、さらに魔族を戦争の駒としてやら奴隷として扱っていたやらの文献があったこともあり、人間を憎んでいるのではないかと驚くのであった。謝罪と賠償を要求されそうにだね。だが別段魔族の国では人種差別はないらしく人間も平等に扱ってるんだってさ、ナショナリズムと歴史上の賠償は別の問題な気がするのですが、だが魔族の国では人類皆兄弟であっても、その日の糧と仕事の有無は別であるので、今後この国で生活をするために何か仕事を見つける必要に駆られる、何か特技はないかと獣耳が聞いてくるが、そこで彼女が答えたこととは、料理です。料理が得意です。なんと彼女は自国においては次期王妃であり、さらに外務卿の娘でもあったので、王太子に代わり様々な外交の場に出席し、そこで自身が作った料理を振る舞ったことで、大変好評となったのだった。ちなみにこれについて公爵令嬢が料理などするなと、
他の貴族たちや大臣たちから非難を受けており禁止されてもいたのだが、外交の場では自由にできるので他国の外務官たちに自身の料理を振る舞っていたのだ。その時に思ったんです。ああ、私って料理が好きなんだなって、こいつが追放されたのって確実にこいつ自身のせいやろ。国内ですらやるなと言われていることを、外交の場で考えなしにやられたらそやそれに付き合わされた他の外務官連中は、彼女に対しての鬱憤もたまるわな。正直彼らの胃潰瘍と頭痛が心配でならん。さらに言うとこいつ、王太子の代理として頻繁にそれをやっていますからね。こいつが好き勝手権力を振りまいた結果その都度外交計画の見直しをさせられた。国内の管理連中は殺意すら抱いていたのではなかろうか。追放は残念でもないし当然ですね。あとこいつ曰く他国の外務官たちには自身の料理が好評でうまくいっていたということで、作中基準でそれが真実であるとするならば、彼女が抜けた後の外交関係は、めちゃくちゃになってないですかね。王太子代理活時期王妃として散々外交の場に出て、他国への顔役として超重要な役割にいたわけなので、それがいきなりすげ変わったとなれば、他国の人々が彼女に対して行った投資や実績が全部無に帰してしまうわけなので、正直周辺国を含めて大混乱になりそうです。国内、国外ともに権力関係が一変しそう。さてそんな奈良作家特有のクッソガバガバ内政&外交ターンが過ぎて、ここで登場スキルカード。これは人間の国にはなく魔族の国だけの独占技術で、これに魔力を流すことで自身の才能を数値として可視化できるのだ。軍事技術としてぶっ壊れレベルで強すぎて草生える。なんでまだ人間国生きてるの？さてスキルカードを見た獣耳はありえない、と驚く。ありえないって、弱すぎるってことだよな。だがここで魔王軍の料理人募集の張り紙を発見、これに応募することで、これからは料理人として生きりながら生きることができるかもしれない、と胸を高鳴らせるのであった、という話ですね。おろろ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 ろ辛いですね。これは辛い。ナロー系でよくある政治に詳しくないのに、政治が絡んだ話を書こうとした結果盛大にガバって骨組みがガタガタになるという、いわゆる知ったかクソ天下を全力で行っている作品と言えますね。社会人経験がない、童貞クソニートのアラフォーが社会人経験があるキャラで書き、さらにその職業の特性を入れ込んだ話を書こうとした結果とても社会人経験があり専用のノウハウがあるようには全く思えないゴミが生まれて、さらにそれを同じく童貞クソニートだけがよいしょした結果、童貞クソニート専用の社会人ごっこ書籍が金目当ての企業の手によって生まれてしまう、あのクソプロセスを全部踏んでいるかのような作品であると言えるでしょう。例えば駆除業者のおっさんが衛生意識皆無で公共の場で糞尿の匂いを振りまくとかね、こういうのがマジであるからなろうは困る。これをゴミでないと言えって、そりゃ無理だよゴミども。まあ本作に関しては一応魔王軍の料理人になるっていう話ではあるので、主題は内政、外交の部分にはないんですけれどもね。じゃあなんで入ってるかって、そりゃ主人公様を追放するなどという愚行を行った王太子連中を、一方彼女を追放した王国側では、という別シーンで貶めるためですよ。主人公様がもはや興味を持っていないところで愚物どもが裁かれてチアワチェー、というのは、追放系ナローの基本構文ですからね。ちなみに漫画版第2は冒頭からやってます。まあ最初に裁かれるのは王太子ではなく最小の息子なんですけれどもね。簡単に言うと、最小は彼女の追放を知らず外交を一手に引き受けていた彼女を、自分の好き嫌いだけで捉えて追放することに加担するという息子の頭の悪さに気がつき、結果学園を退学させられ最小の横で超スパルタ教育を受けることになった、という感じですね。なろうだと割といつものですね。ちなみに彼女は王太子の代理として、1年の半分以上は国内にいなかったのですが、いない時にも妹にいたずらをしていたとかいう、この矛盾に気がつかない息子とかつっかえ、はあつっかえ、って感じですね。ガバー。
ただこれも実はナロー基準だと結構マシな方なんですよね。恐るべきことに、ひどいのとかだと、全く何もしていないのに断罪イベントが起こって追放されて、家族は冤罪だと怒って擁護してくれたがなぜか家から追い出されるのだと思ったので、髪を切って家を抜け出し平民となってたくましく生活をしているとイケメンの貴族たち全員が、彼女たちの元に集ってよいしょし始めてくれてあらあら困りましたおどぼーおろろ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 まあ、はい。まだマシな方ですよ、ひどくないとは言いませんけれども、あとまあなんだかんだで頭が悪いのは国王の一派だけっていう言い訳も一応入りますしね。さらに言うと弱小国で基本赤字で主人公ちゃんがいないと黒字化は無理であるという、確定落ちぶれざまあ地雷がセットされている形にもなってはいますね。まあそもそもの大前提として、すぐ隣の国で国内がビルまみれの超近代的国家があって、しかもそのビルを建てられるってことは当然軍事技術も3世代くらいぶっちぎっているので、経済が黒字だろうと赤字だろうと将来的には確実に滅ぶんですけれどもね。この国、いくら後で補足言い訳描写を入れたところで中世技術主流の時代にビルとか出したら、何をやっても茶番になるよねって感じですね。強すぎる主人公を出すと全部茶番になる、例のあれを建物でやっている感じです。細かいざまあがどうとかの前に、大きな世界観の時点でがばっているので、正直なところや軽視に水かなって、でもまあ一応この中世異世界でビルがある理由も説明はされていて、実はこの世界って、主人公の母親も含めて異世界人が結構来ているらしいんですね。ちなみに主人公の母親はパーティーを抜け出して木登りをするのが趣味だったそうです。本作は、あれ、の後日談だった。さてざまあ関連を除いた話ですが、彼女はまずハローワークへ行き、履歴書の添削をしてもらうことにする。この世界はスキルレベルが全てであり、それが足りなくては合格など夢のまた夢なのだ。じゃあ履歴書とかいらなくない。この世界だと所持免許みたいに所持スキルを書く用紙だけが必要な気がしますね。ちなみにこの国の食品の価格は自分の国よりもはるかに安いらしく、卵1個が子供のお小遣いで買えることに驚愕していたりもするのだ。国力の差、なお安売り品の取り合いの際には戦闘が発生し店の壁に穴が開くことなど日常茶飯事なのだ。そのギャグ描写いる、世界観をがばらせること以外には効果がない気がするのですが、さて本作の肝心要である料理描写の時間だ。母親から学んだことでもあると、散々前振りをしていた料理の手腕、本作は一体どのように描写するのでしょうか。魔法です。料理魔法だけで調理をします。彼女の料理魔法にかかればこの一匹丸ごと購入してきたお魚さんも、手を一切触れることなく包丁を使うこともなく瞬時に3枚におろすことができるのだ。あまりの雑さに私がおろしそうだわ。せめて手を使って料理をしろよ、というかいくらスキルという名の才能が全ての世界であっても、魔法で完結させちゃうと、魔法のスキルだけあれば全部できることになっちゃわない。技術と才能と魔法は、それぞれ確実に別のものやろと。同一にしちゃうとそこからもガバが噴出するやろ。一方で魔法とは別に包丁も使っている描写があってもう意味不明やで。いらんやろ。そんなわけで卵を割ったり鍋を移動させたり調味料を入れたりは魔法で行い、魚の皮に切れ目を入れたりネギを切ったりは包丁で行うという線引きがわからんことをして、料理が完成しました。獣耳女と一緒に食べてうんまーい。よかったね。というところで第一巻が終わりですね。あ、ちなみに例の魔国語ですが、日本語のことですね。彼女は転生者である母に魔国語を教えてもらっていたらしく、そのために話すことができたのだ。ドジャーン。いや隣に魔国語が公用語の、超近代的国家があるんだからそっち行けよ。知らずに死んだとしたら普通にかわいそうやぞ、という話ですかね。はい。全描写どころか全ページに突っ込みどころと矛盾があって、割とマジで読むに耐えないものになってしまっているように思いますね。それも大前提にある大まかな世界観の部分があまりにも不整合極まっており、
これによって全ての描写が不整合の中で行われることになってしまい、結果何か作中で動きがあるとそれ自体が不整合になってしまうという、まさに不整合の枷が世界そのものにはめられていると言って良いでしょう。そもそもとして中世異世界のある国の隣国に普通にビルがあるという不整合が、割とどうしようもないですし、それを無視したとしても料理魔法やら才能が全ての履歴書とか、細かい描写自体も不整合なので、不整合をより不整合で固めた形になっていますね。ここをこう直せばいいとかいう話ではなく、丸ごと作り直さないとまともにならなさそうです。総評ですが、全部がひどい、ですね。主人公様を追放した愚物どもざまー、とか、ナローの闇を反映した描写も醜悪に過ぎるため気持ち悪くてひどいですし、経済とか政治とかをよくわかってもいないのにそれを盛り込んだ話にしているのもひどいですし、肝心要の料理描写を雑に料理魔法とかで済ませているところもひどいですし、さらにそんな雑な料理描写なのに母親との思い出が詰まっているとかいうのもひどいですし、明らかに魔法だけで全ての調理が済むのに申し訳程度に包丁を使うのもひどいですし、安売り品の取り合いで壁に穴が開くほどの戦闘が発生するのもひどいですし、明らかに戸籍を持たない難民の主人公がハロワで活動しているのもひどいですし、魔族の国ではなぜか日本語が強要されているという点についても謎でひどいですし、一方で人間の国だと日本語は強要されていないというのも謎でひどいですし、主人公を拾った獣耳女は自称兵士ですが明らかにただの警備員のライトニング姉貴である点もひどいですし、原作時点でいいと思える部分が一つも存在しませんでした。ワンチャン言うと、漫画家の絵は上手い方ですが、ちょいちょい作画が乱れるので完全には褒められないし、しかも原作の不整合がひどすぎて焼け石に水にもならないレベルにあるしで、仮に点数をつけるとどうやっても0点未満にしかならないですね。ナローの一番下が、盗作とかコピペとかのあの辺を除くとマイナス5億点くらいいっているとすると、本作はマイナス4億点くらいになりそうです。純粋クソと言っても過言ではないでしょう。全部が意味不明ですからね。理解不能を好む人以外には無理じゃないでしょうか。それでは今回レビューしました。元公爵令嬢の就職。理解不能を望む人には最適ですので一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。